どうもこんにちは。いつもお世話になります。なんかね、サンバガラスの話って面白いでしょ。昔ね、麻雀放浪記っていう小説があって、私中学の頃にそれを読んだんですよ。そしたらやっぱりね、取り扱うのが麻雀ですから、麻雀で負けてお金がない人が出てくるわけですよ。そしたらね、こう借金取りがやってきて、金貸すよって言ってね、麻雀に負けた人にお金を貸して、でお金を借りたその人はね、また麻雀を続けてどんどん泥沼にはまるっていう話があるんですけども、そこで出てきたのがね、サンバガラスって言って、カラスがカーとなきゃ3割利息がつく、サンバガラスだよっていうようなね、そんな描写があるわけですよ。で、私ね、印象に残って、あ、昭和20年代30年代、まあ主には昭和20年代なんですけども、まだね、戦後の復興を目覚ましい時、闇市の時代とかどさくさの時代っていうのは、ギャンブルで事をなそうっていう人と、そこにお金を貸して、まあ、暴利で儲けようっていう人がね、もう本当に群雄割拠していたんですよね。特に復員兵の方が帰ってこられて、まあ仕事もなかなかなかったりとかね、技術がなかったりとかして、世の中の動きについていけない時に、そうやって単純にね、まあ言ってみれば暴力とか暴利で稼ぐっていうのがあったわけですよね。まあその頃にヤクザ組織も整備されたとも聞きますけどもね、まあ、その話はまた別にするとして、このサンバガラスっていうのがね、なかなか私の中に印象として深くあって、でテクニカルの勉強する時にもサンバガラスって出てきたんでこのサンバガラスっていうのも、だから昔はなかったんじゃないかなと思うんですよね。昔はなかったけども、時代の移り変わりとともに、昔はね、三兵っていうと3人の兵隊がこうね、この山を登っていく姿、それを見て三兵だって言って、山を登っていったらもっともっと勇ましく登っていくっていうような背景があったというふうに聞いてます。だからもともとはもしかしたら黒三兵だったのかもしれないですよね。黒三兵っていうのはどっちかっていうと黒ですから、死体を意味するっていうふうに、まあ思ってるんですよね。まあこれは確かではないんですけども、そうなるとどんどんね、死体が倒れていって倒れていって倒れていってっていう感じで、どんどん勢いがなくなっていって、その勢いのなさっていうのが下の方に、勢いのないのが勢いを増すみたいな、だから戦争には負けるみたいな感じで黒三兵っていう風に言ってたのかもしれないですね。まあこういう風にね、時代背景を捉えていくと、私の場合はチャートを見るたんびに、そのチャートのね、ロウソク足の集まりの中にいろんなドラマが見えてきて面白いなと思っちゃうわけですよ。でもまあ面白いばかりじゃいけないんでね、もっともっと冷徹にテクニカルに科学的に、判断ができるような、まあそんな目をね、もっともっとこれからも養っていきたいと思いますし、勉強中の方にはね、まあ私も勉強中ですけども、勉強中の方にはどうやったらね、それが受け取りやすいかっていうようなね、伝え方の工夫もしないといけないかなと思います。まあ今回みたいな、まあ、サンバガラスの成り立ちをたまにこうやって雑談としてお伝えすると、まあチャートの中にね、ちょっとした愛着が湧くんではなかろうかということで、お話してみましたけども、もしかしたらね、これからもロウソク足の呼び名とかね、フォーメーションの呼び名っていうのは変わっていくかもしれないですよね。エリオット波動もエリオットさんっていう人がそういうふうに名付けたっていうふうに言ってますけども、もしかしたら別の呼び方がこれからできるかもしれません。まあ、なかなかね、私はカンガルーっていう形もチャートの中にたまに見出すことができてね、これで相場解説などお話したこともあるんですけどもこういった、このチャートの形から見えるね、雑談チックなこじつけから、もしかしたらフォーメーションの名前っていうのが生まれてたかもしれないですよね。はい、今回は以上でございます。あ、そうだそうだ、いつもね、こうやってまとめで箇条書きで書いてくださるじゃないですか。こういうのってもしかしたらツイッターでこう箇条書きの一行ね、 FX の基礎知識これみたいなね、例えば、ダイヤモンドの意識の仕方ね、レンジャーいつもブレイクアウトで抜けていくみたいなね、こういうの本当にこう10文字とか20文字のやつをどん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 ツイッターでやるとなんか面白いのかなと。 FX について語るボットとかね、あんなことができたりするのかなとか、あとはね、YouTube のショート動画でこういったものをね、どんどんこう表現していくことによって、あ、この人の発信は FX 勉強する人のちょっとなんかね、単語帳みたいな感じで役に立つなと思ったらフォロワーが増えたりとかするのかなと。FX のね、いいところって実はね、発信とすごく親和性があるんですよ。まあ、例えば私の場合 YouTube で FX の話することが多いんですけども、仮にですよ、仮に FX でまだ稼げていなくても、 FX の勉強してる内容とか得た知識とか自分が体験した相場での出来事を短くね、こうやってアウトプットすることによって、そこにアクセスが集まって、いわゆる集客ですよね、集客ができたり、そこに広告費がついたりとかして、まあ副収入が得やすいんですよね。
FX の副収入って結構バカにならなくって、あの YouTube で FX の話をするとつく広告が大体ね FX の相場口座解説とかだったりするんですよ。そうなるとそこの報酬ってアフィリエイト報酬って高いんですよね。数千円とか1万円前後したりするんですよ。であと FX からちょっとね変化球なんですけども、暗号通貨仮想通貨の話をこう YouTube 上でするとね、そうするとつく広告があの仮想通貨関連なんですよ。これも広告が高いんですよね。でブログで書いても同じです。ブログで書いてもあのアドワーズ広告って言って自動的に Google がつけてくれる広告っていうのは大体ね投資系とか暗号通貨のなんかね、商材だったりするんですよね。これ報酬高いんですよ。まあ、ですんで FX の勉強していて、もしね何かのアウトプットを同時にしようかと思ったら、こうやって紙に書いてアウトプットして整理するっていうのもいいと思いますし、今ねメールでこうやって箇条書きに送っていただいて自分の考えをまとめるっていうのもすごくいい習慣なんですけども、これをですねあの誰でも見れるようなところに置くことによってアクセスを集めて広告収入を得るみたいなこともねできるのかなっていうところでございます。はい、ということでね今回はまたおかしなことを雑談としてお話してしまいましたけども、私なりの経験からね打ち出される役に立つ情報として捉えていただければと思います。それではこれからもよろしくお願いします。ゴールデンウィークいよいよ最終日です。